きついな。暑いですね。きつい。すごい汗が。髪の毛もそうだよ。いやー
見てください、この、わかるかな、汗の量が、髪の毛ボッサボサだし、暑い。じゃあもうちょい頑張りたいと思います。はい、じゃあ、めちゃめちゃきついこのアブローラーをやっていきたいと思います。もう嫌です。心折れそう。だけどもうちょい、もう2セットだけ頑張ります。なんであのアブローラってこんなにきついんですかね。でも一番腹筋にきますよこれは。すいません、あのろれつが回ってないんですけど、まあまだプニプニなんで追い込みたいと思います。いや、もうダメだ。いや、フォームがバラバラすぎる。さあ、とりあえずウェイトトレーニングは今日はこんな感じで、で、あと最後にあの有酸素運動を、まあ、あの自分はほぼ毎日あの一番最後にあのバーピージャンプを
やっているので今日もやっていきたいと思います。これがきついだ頑張ります。ちょっとすいません、ちょっと先に言っとくんですけど、ちょっとフォームが汚いのでちょっとお見苦しいと思うんですけど、そこら辺だけ申し訳ないですけど、ご了承の上でご視聴お願いします。じゃあやります。よいしょ、もう無理、もう無理だ、もう全然ダメです。今日はもうしんどい、いやもうダメ、本当に自分まだ全然ぷよぷよだもんで、腹筋もちょっとダメですね。いやダメだ、ロールつまんねえ。髪の毛ちょっと待ってください。もうしんどい。まあいつもは、いつもこうやってウェイトトレーニングをやって、で締めにこうやってバーベルジャンプをやるようにしてます。自分まだまだ、今こうやって見てもらった通り全然まだまだだもんで、もっともっとこう修行して、もっともっとこう筋肉つけて、もっともっといい男になりたいですね。はい、まだまだ努力不足だと思うので、本当にきつかった。はい、いかがでしたか。皆さんお疲れ様、プラプエのシー君です。遅いかこれ入れとかないとね。はい、いかがでしたか。今日はいつも通りに筋トレをしたんですけど、今日は肩とで腹筋で最後に有酸素運動、バーピージャンプをやらせてもらったんですけど、いやきついですね本当に。自分普段から仕事とかも体を結構動かすような仕事をしてるので、本当に結構ハードな仕事だもんね。それも俺疲れたってあんま言いたくなくて、いや働きすぎたってその方がなんか、弱音じゃないかなって自分の中で勝手に思って、いや今日働きすぎたなんて、クタクタなんですけど、クタクタの中帰ってきて、いつもこうやって筋トレをしています。普段からもう汗がびちゃびちゃ出るような、それぐらい結構ハードな仕事をやってるもんで、終わってからこうやって筋トレしても、これぐらい汗かいてみたいな、一石二鳥かなみたいな感じでいつもやってます。ですけど今日はさすがにちょっと今日も仕事終わってからこうやってやってるんですけど、いやー今日の仕事はマジで大変でした。本当にもうガンガンでしたね、頭痛が。なんか軽いなんか熱中症みたいな感じだったんですけど、でうわー今日、今日はもともとちょっと取ろっかななんて昨日から考えてたんですけど、ちょっと手こたれそうだったんですけど、やっぱやるかと思って今日は、撮影しました。撮ってよかったですね。はい、本当にいつも通りな感じを今日は撮っただけなもんで、下手くそで本当すいません。いやー本当に下手くそですね。全然フォームもまだまだですし、フォームが結局綺麗になればなるほど効果も絶大だもんで、もっともっとしっかりフォームも、何もかもパワーアップできるように頑張りたいと思います。自分はこの胸とこの肩、あと背中とかが自分の中でこう弱点っていうか弱いなって思っているので、最近はこの胸、肩、背中を意識しながらやってますね。ちょっとすいません、全然関係ない雑談なんですけど、ちょっとろれつ回ってないいやー今日ですね本当に仕事もめちゃめちゃ大変で、トレーニングも今日も大変だったんですけど、いやーなんか今日改めてめちゃくちゃハードだったもんね、仕事が。なんか改めてお金稼ぐことって
難しいなって思いましたね。いや、お金稼ぐことがこんなに大変なんだ、難しいんだって感じられたいい日でした。それだけです。まあもっと仕事も頑張って、でもっとこうやってトレーニングも頑張って、でこの YouTube ももっともっと面白い動画を上げられるようにもっともっと努力するので、よろしければこれからもご視聴お願いします。で、あの他にもあのいろいろトレーニング動画とか、あとグループで撮ってる動画を上げているので、ぜひよかったらそちらの方もご視聴の方お願いします。この動画が良かったなって思った方は、グッドボタンと、チャンネル登録よろしければお願いします。はい、もう今日は疲れたんで休みます。まあ皆さんもね、あの体調面気をつけて、まあいろいろと大変だと思うんですけど、まあ僕は全力で応援するので、ぜひ皆さん頑張ってください。応援します。じゃあ今回は、こんな感じで終わりたいと思います。じゃあまた。